ラジゴメイ金曜日の王様。ラジゴメイ金曜日の王様。ラジゴメツー金曜日の王様は、九百九十一年四月六日、五日深夜、から九百九十三年六月二十六日、二十五日深夜、まで、中京テレビで放送されていたバラエティ番組である。全百十四回。放送時間は毎週土曜一時五分二時四十五分、金曜深夜、日本標準時。 月曜深夜から金曜深夜の帯で放送されていた全番組、ラジオでごめんが湾岸戦争の影響による省エネルギー対策の一環として終了するにあたり、カモンタツオ、救命、カモンタツオと原田里美担当していた金曜深夜放送分のみ、存続することが決定。いくつかのリニューアル点を加え、新番組という形で再開された。前番組から引き続き、 当時、運んフレックスビル内にあった、焼肉店、イマンズティンフレックス店からの生放送。ただし、1992年6月以降は、クラブダイヤモンドホールから、1993年4月以降は、エビガニ市場、クンポーフレックス店からの生放送を行っていた。内容自体は、基本的に、ラジオで5面時代と同じで、 視聴者から寄せられたネタはがきとファックスを中心に進行。他の多くのローカル番組がそうであるように、この番組も地元東海三県の企業各社からの生コマーシャルを内包していた。また、番組内でアダルトビデオのワンシーンを放送するなど、現在の地上波放送では不可能なことも行っていた。視聴率の獲得と維持のため、番組は 毎回著名なミュージシャンや、注目株のミュージシャン、AV 女優などをゲストに招き入れており、出演者方面に限って言えば非常に充実していた。しかし、制作費に関しては、ローカルシーンや番組としても、群を抜く、低予算ぶりであり、使用できる、テレビカメラは一台、告知用のフリップもほとんどが、マジックンキなどによる手書きで、しかも過去に使ったフリップの裏面を使い回すという、 ありさまだった。同じく視聴率の獲得と維持のため、中日新聞テレビラーに掲載する番組サブタイトルに毎回いやらしいシーンが、期待できそうなキーードや、最終回を匂わすキーワードなどを載せておき、実際の放送では、肩透かしという手段もよく用いていた。なお、この番組にネタを投稿していたハガキ職人たちは、などの他の投稿媒体でも活躍していたものも多い。 番組開始前の時間帯に放送されていた1分間の関連ミニ番組で毎回原田と神1992年4月以降は原田と大藤が番組本編で実施する企画の内容を簡単に説明していた。そして同じくミニ番組の今日の天気が放送された後に番組本編がスタートするというのが主な流れだった。 このミニ番組は1993年3月27日、26日、深夜放送分をもって終了し、依頼同時間帯では、シネマ USA という番組本編とは、何の関係もないミニ番組が放送されるようになったが、その代わりに、番組の冒頭でカモンと原田による30秒間のミニトークコーナーを実施するようになった。この形式は、その3ヶ月後にスタートした。 後継番組、ラジゴメ、いい本社マカ共和国に引き継ぎれた。オープニングアニメーションが流れた直後の第一ロールや各コーナーの合間合間に行われていた出演者同士の雑談。カモンと原田それぞれの近況報告やカモンが東海三県各地で行うライブイベントの宣伝が多くを占めていた。オープニングトーク中に、カキ。 お気楽ショートソングのコーナーから派生した投稿コーナー、最時期ソングを実施していた時期もある。この番組には、カモンが前番組、ラジオでゴメニや関西のラジオ番組、MBS ヤングタウンの頃から行っていた定番のコーナーも含めて、数多くの投稿コーナーが存在していた。このカテゴリでは、一般的な概念で誘拐歌を投稿する、お気楽ショートソングや、 歌詞を並べ替えたり途中を飛ばしたり全く別の歌と融合させたりするタイプの替え歌を投稿する歌のワダーランド、あとのくるくる歌が七変化、テンプレートのショートコントに歌を絡めたネタを投稿するピカピカ歌で思い出す、あとのジャンジャン歌で思い出すの三種を中心に展開出た。このカテゴリもカモンが他の番組で行っていた定番のコーナーが半数以上を占めていたが、 おじいちゃんの一言のように、この番組で初めて行われて、以後のカモンタ担当番組群へと受け継がれてったコーナーもいくつか存在する。文章ネタのコーナーはあまりに数が多すぎるので全てを、ここには記載しないが、先生の癖、そこまで言わんかて、問題集難、じゃらほい。修学旅行に、必ずおるでこんなやつ。無に日常生活のある。 あるネタを指摘することで笑いを取るコーナー。この中に一人、あったら怖い。あの人にこんな仕事、文系、理系、体育会系のように特殊な状況を仮定した上で、ネタを投稿するコーナー。やと思えたら、思たらやった。ほった IMO いじんな。陳解釈陳解釈。商店街の結婚式のように言葉遊びネタを、投稿するコーナーの3種を中心に点された。また、それが視点 愛イカ、エレジーのようにカモンがギターを弾きながら、ネタを次々と読み上げていくコーナーや、決対なペンネームのような投稿初心者向けのコーナー、今後の発展性が見込めないとカモンから判断された、ためにわずか一周で廃止されてしまった、グミのコーナーのようなチンコーナーも存在した。一方で、テレビ番組ならではの映像を活用したコーナーも行われていた。同カテゴリに属するコーナーに、 視聴者が新聞や週刊誌からの切り抜き写真におかしな解説文をつけて送ってきたものを称するびっくり、超現象や視聴者から出されたお題をカモンあるいは原田がイメージを膨らませながら実演するポーズで言うとなどがあった。また、毎回の CM 明けの直後には視聴者から寄せられたイラスト入りのハガキや他の視聴者への伝言が書かれたハガキを10秒間カメラに うつミニコーナーを設けていた。このコーナーの正式名称は不明であるが、キューショットイラストあるいは、キューハガキなどと呼ばれることが多かったため、便宜上イカドーコーナーについては、キューショットイラストコーナーとす。視聴者が電話を使って、番組のミニゲームに参加するコーナーで、見事ゲームをクリアすると現金もしくは海外、旅行券がプレゼントされた。同カテゴリに属するコーナーに、 パコピコ、スイッチングゲーム、アッハンウフガイのトイキ選手権、対決、SE 人間などがあった。いずれも、前節の各コーナーと同様に映像を活用したものが多かった。中でも、パコピコ、スイッチングゲームとアッハンウフガイのトイキ選手権は、アダルトビデオの紹介コーナーでないのにもかかわらず、映像素材にアダルトビデオのワンシーンが多用されていた。 この番組は、東海三県の企業各社やゲスト出演者たちの広告等としても機能していた。企業各社からの告知を担当したのは、原田と神で、1992年4月以降は、原田と大藤。彼らは、東海三県各地で行われるイベントや、発売予定の新商品などをフリップを使いながら、紹介していた。神、よび大藤は、 最新作の映画レンタルビデオを紹介するズビダオステーション後のビデオの王様も担当していた。一方、カモンはその日のゲストとトークをしながら彼らの新曲 CD や出演イベントなどを宣伝告知する役割を担っていた。また、毎回、ビンデベオーやドリンキングクラブムーンなどのサナミグループ各店で使える1万円相当の招待券が当たる視聴者プレゼントクイズコーナー。 2003年21世紀へのメッセージ、あとの2004年宇宙へのメッセージ、2005年宇宙へのメッセージも通していた。その回限りのネタ企画や短期集中型のネタ企画などもよく行われていた。その回限りのものはトランプマン、原田のマジックショーのように原田やスタッフをネタにした企画やぬるぬる加えてウッフンゲームのようにゲストで訪れた。 AV 女優を使って行う下な企画など番組出演者をネタにしたものが多かった。短期集中型のものは自習放送日当日の新聞テレビ欄に掲載する番組サブタイトルを視聴者から募集する企画や木の葉書をあるコーナー、王国のアイディアのように視聴者から貢ぎ物とて送られてきた変なものを紹介する企画、永ショッピング、永ジャンボ宝くじのように 番組の投稿特典である A 年を活用した企画など、どちらかといえばコアな視聴者、ハガキ職人向けのものが多かった。エンディングでは、毎回、次週に実施する企画の内容並びに、その募集要項の発表、自習番組に訪れるゲストの発表、当日番組に訪れていたゲストからの最後の宣伝告知などが行われていた。また、番組ラストのお知として、出演者、 スタッフ全員で、原田に、維持役をするネタ企画を行うこともあった。エンディングテロップのラストには、番組のマスコットキャラクター、王様が毎回、から帰るからねというセリフのみを白線テロップで、言い続ける、今週の格言を表示していた。なお、中低京クレジットが表示された後の、第6ロール以降は、番組スポンサーが、各社ともに関与しないパーティシペーション枠として、 扱われていたため、エンディングトーク中にも番組の終了後にも提供クレジットは表示されなかった。番組に投稿したハガキあるいはファックスが読まれると、番組のオリジナル通貨、A 年とカモンの定位置の後ろにつってあるグッズ類が投稿者のもとへ郵送された。受ければ受けただけ、一枚のハガキで得られる A 年とグッズ類が多くなるという単純明快なシステムだったが、 スタジオ内にいる者全員の受け方と家紋が下す評価に関して絶対的なガイドラインがあるわけではなく、その場の空気や流れに委ねられるところが大きかった。英年とは紙幣を模した形状の印刷物で番組に関連する様々な場で使用できた。一英年、二英年というように英年単位で数える。バージョンはラジオで古面時代に発行されていた手書きイラストバージョン。 刺し絵、怪獣ブースか、色、クリーム色と後に、それをリファインした、バージョン、刺し絵、怪獣ブースか、色、ホワイト、そしてこの、金曜日の王様時代に発行されていた、バージョン、刺し絵、王様、色、アイスグリーンの3種類が存在する。さらに同じバージョン同士でも、時期によって印刷インクの色が異なるという違いがあった。 いかに、永年の用途と、その使用効果を記す。希望次第で常時交換可能な番組グッズとの、引き換えに要する代価、及び出演者、スタッフの持ち物の処分し、永年ショッピングや、永年棚サライオークションなどでの希望品の引き絵に、要する代価としての役割。本物の金銭を使ってのやり取りは禁じられていたため、この企画に参加できるのは、永年所持者のみに限られた。 当時愛知県、岐阜県、三重県下に点在していた永年加盟店でサービスを受けた際に支払う代価としての役割。この加盟店制度に賛同加盟している店であれば、投稿特典である永年を一般の金銭と同じように使うことができた。例えば1永年でコーヒー、3永年でランチ、果ては200永年で車検など、店側が提示する額の永年を手渡せば、 これで実際に支払いができてしまうというユニークなシステムだった。店側としても広告料なしで番組に店の宣伝をしてもらえるネタ投稿で労せずに永年を獲得できるというメリットがあった。この制度への加盟は店の経営者もしくはその家族であれば誰でも自由にできた。加盟店には加盟店証明ステッカーと加盟店認定書が発行されファックスサービス。 永年加盟店マップのリストにの所在地と地図が追加された。永年加盟店は最終的に40店舗以上存在するようになり、同じ町内の同じ区画内にある飲食店と理髪店が共に永年加盟店だったという例までもあった。葉書き職人としての名誉である、いを得る際にも、この永年が必要となった。規定数の永年を集め、 自身の顔写真一枚を添えて番組へ変装すると、投稿者がその時点で該当するくらいが刻印された印鑑、ゴム印と、この番組のハガキ職人であることを示す、カモン王国国の証、投稿者の顔写真を封入した、ラミネートカードの2点が配布された。印鑑は、ネタハガキへの応印に使われるケースが多く、特にハガキの文面が、直接カメラに映される。 旧ショットイラストオーナーにおいては、これが応印されたハガキが多数見受けられた。昇格するごとに、それぞれの位に応じた印鑑と、家紋王国国民の証が配布された。書きリストは、番組が規定していた位と、その獲得資格の一覧である。なお、位持ちのハガキ職人には、番組制放送中のスタジオに、見学参加できるなどの様々な特権が与えられた。 1993年3月27日、26日、深夜放送分では、キング以上の位を持つ、ハガキ職人たちがあって番組に訪れ、あたかも最終回であるかのように見せるエンディングの、小芝居に参加していた。縄跳びだったり、青竹踏みだったり、芋の捨てのおしぼりだったり、アルバイトスタッフが処分する目的で持ってきたような、B 級品だったり、原田が表紙を飾る。 月刊誌だったりとほとんどがこういったものばかりだったが時折中京テレビ制作番組のオリジナル T シャツといった掘り出し物が混ざっていることもあった。またそれらの中には番組のオリジナルグッズもいくつか混ざっていた。番組グッズはハガキ投稿や視聴者参加型コーナーへの参加によって獲得するのが基本だったが投稿特典の選択は カモンの裁量にすべて委ねられていたため、希望のものが得られるかどうかは運任せだった。そのため、そのうちのいくつかは手元にあるエネントの引き換えによって、獲得するという手段も用意されていた。書きリストは、番組のオリジナルグッズと、その獲得手段の一覧である。番組は、蒸気グッズ類の他に、ハガキ投稿をしていない視聴者でも、獲得可能な配布品を用意していた。 また、ファックスでのアクセスで様々な番組情報を取り出せるサービスも実施していた。書きリストは、これらに該当する配布品の一覧である。この番組は、基本的に営業終了後の飲食店の一角から放送されていたが、実施する企画の内容や店側の都合などにより、平常放送時とは異なる場所から放送されることもあった。1992年4月に、 放浪月間あなたのお家から金曜日の王様大放送という企画を実施した際には希望者を募ってその自宅内市は経営店舗をスタジオに使わせてもらいロケ車から機材を持ち込んでそこからいつもの放送を行っていたこの番組はくらいの低い投稿者やハガキ投稿をしていない視聴者でも観客として来場可能な公開生放送ライブを随時開催していた 公開生放送の回は、平常放送時とは、構成が異なり、カモンの新曲を披露ライブやゲストとのトーク、その回限りの突発的な企画などを主軸に進行。番組のメインであるハガキのコーナーは、その分控えめにされていた。この他、名古屋市内各地で関連イベントが催されていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。